初期の片面独音盤のレーベル。1920年代のシルバートームのレコードレーベルシルバートームは20世紀前半に当時のシアーズローバック社が百貨店チェーンや通信販売で販売したレコードのレーベル。シルバートームのレコードは1916年から1931年に製造され、 その後の休止を挟んで1940年から1941年の短期間に復活した。初期のリリースは水平振動カッティングによる片面録音版レコードによるものであったが、1910年代後半には両面録音版がリリースされるようになった。ほとんどの盤はコロンビアレコードが製造していたが、一部はパラマウントレコードやジェネットレコードによって製造された。 もともと、シアーズ・ローバックは、蓄音機やレコード版を商品として扱っており、1905年、ないし1906年から、ハーバードという自前のレコードレーベルで、コロンビアの9番の再発などを行っていた。ハーバードはその後も蓄音機のブランドとして残ったが、レコードレーベル名は1906年の遅い時期に、オックスフォードとなった。シアーズ・ローバックは、1915年から、 蓄音機のブランドとしてシルバートーンを導入し、レコードレーベルもそれに合わせてオックスフォードからシルバートーンに改められた。ありがとうございます。